どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、毎月恒例のお知らせでございます。Gラボウクレレたちの販売予約再開のお知らせなんです。やったー。はい、いつかというと明日です。5月の22日、お昼ちょうど、正午からですね、販売予約がスタートになります。在庫があるものはもちろん即発送ですけど、ないものもですね、ご注文を予約いただいて、おいおいそのモデルごとにね発送期間異なるんですけど、その辺もね、公式ホームページでチェックできるようになってますんで、ちょっとあの概要欄に貼っとく、ウクレレ販売ページとかチェックしてみてください。で、今回ですね、いつものラインナップにね、新しいですねラインナップが加わっております。新しいラインナップといっても、なんとカラーバリエーションの話でございます。ちょっとまずこれ最初に見ていきましょうか。何かというと、このねガズモデルなんです。はい、これガズモデル、 G ラボでいつもね、ガズが YouTube で撮ってるこのガズモデル、このかっちょいいでしょ。これブラウンサンバーストというカラーが今までね、まあ、定番アイテムで、これ一色で、かつて一回、10周年記念モデルっていうものが出たんですよ。はい、これです。これかっこいいでしょ？これも同じガズモデルなんですけど、これピックガードがこれついてるモデルなんですけど、はい、これ、よく見るとこのボディカラーが、違うんですね。こっちはブラウンサンバーストで、こっち、レモンドロップスという色なんです。で、このレモンドロップスという色が、まあ、今回ピックガードはないんですけど、こういう感じの雰囲気で、まずこれレモンドロップスカラーがガズモデルに追加になったよということです。ヘッドの色もこんな感じです。いい色でしょ。僕これすごい好きなんですよね。はい。あとこれと、なんと、まだもうワンカラーが追加でございます。ここにいっぱい今ウクレレが並んでるんです。はい、これチェリーサンバースト。かっこよくないですか、これも。ちょっとこっちはね、赤いですね。はい。かなりこう、なんかこの木目もすごくいいですよね。このヘッドもこういう感じになっております。はい。このカラーがね、新しい、カラーセレクションとして加わってます。すごい、もう塗装もすごく、後ろはこういう感じのね、なんていうのかな、これはチェリーというのかな、ちょっとローズ色っていうか、ちょっとね、赤、エンジっていうのかな。はい。で、トップはこんな感じになってます。はい。これチェリーサンバーストです。で、さっき見たこの色が、レモンドロップスというカラーになってて、で、もうちょっとこの雰囲気違う。これね、今回見て、はい。ソプラノウクレレの7フレット仕様をね、ちょっとガズさん、これいいなと思って、これね、モジャクにおなこれもチェリーサンバーストです。チェリーサンバーストもいいですよね、すごく。音もですね、もちろん、いいですよ。はい。まあ、7フレットモデル、これもいいでしょ。G ラボのウクレレって、フレットの、何フレットまであるかっていうのは選べる設定になってるんですよ。あとでもちょっとお知らせしますけど、わがままウクレレとか、ウスレレとかで、なんかこう7フレットがいいなとか、12フレットがいいとか、14フレットがいいとか、15フレットがいいみたいな、そんな風に選べる設定だと。その辺についてはまたちょっと後で詳しく説明しますけど、まあ、今回伝えたいのはガズモデルに新しいカラーが追加になったよ。はい。もう一回言うと、スタンダードの、ブラウンサンバースト、チェリーサンバースト、あと、はい、レモンドロップスカラー、これが追加になってまーす。はい、これだいぶ雰囲気が変わりますもんね。ぜひこれもチェックしてみてください。で、ざーっとね、今ガズレレであるモデルをちょっと紹介していこうと思うんですけど、まずここにね、あ、これブラックビューティー、ブラックビューティーモデル、これもガズレレッスンでおなじみですね。はい、かっこいいですよ。漆黒の憎いやつです。はい、これもいや、そうだし、あとこの音みんな聞きたい方は概要欄にそれぞれのモデルのね、試し引きしてるガズの、映像を撮ってるんで、ね、それも見てもらいたいんですけど、これは、ヴィンテージシリーズです。これもね、人気あるんですよ。はい、これもすごいいいですよ。ヴィンテージシリーズのウクレレもすごく上品な品格があるいいウクレレ。これもメイプルトップですからね、すごくいいです。あとは定番のウスレレ。ウスレレ、これコンサートモデルですけど、これウスレレとか、この辺はもうね、Gラボのもうね、もう一番のメインの、ことになってますからね。あと、はい、これわがままウクレレです。見て、ボディが薄くない。つまり、まずこれが基本だったんですね、Gラボのウクレレ。これももちろん、めっちゃいい音しますよ。はい。いわゆるスタンダードなウクレレですね。これはソプラノサイズの、これはわがままウクレレですけど、これももちろん定番商品なんでね、ございますよと。あとは、あ、これがあった。はい。ドーン！エレキウクレレ、G ソリッド、こっちは GJ モデルと、はい、こっちもすごい、とんがったやつ。
ドーン、GV モデルということで、はい。これはもうね、カズメロでは登場よくしてますけどね、このエレクトリックウクレレも、もちろん、取り扱っております。そして、忘れちゃいけない。タビレレ、じゃーん、厚さ2センチの、もう LCC の飛行機持ち込みもできるという、もう革命を起こしている、この、タビレレももちろん、今回の、販売予約の期間の、メンバーに加わってます。まあ、こんな感じでね、あとは、初めてウクレレですね。初心者さんにおすすめの初めてウクレレも、そこに加わってるという、なんかもうとんでもないあのラインナップなんですけど、はい。それに加え、セミオーダーです。セミオーダーはね、おすすめします。セミオーダーはいいですよ。世界で一本のウクレレ。わかんなかったら、Gラボスタッフ並びにモジャ君とかにも相談できますからですね。ぜひセミオーダーっていうのは一体何かというと、このいろんな木目、木とかね、この種類、木の種類だとか、まあ、とにかくこのボディの形がいろいろ選べるんですよ。選べる設定になってる。それを組み合わせて、世界で一本のウクレレがね、作れますよというのは Gラボのね、結構隠れた、人気ラインナップ、Gオーダーというんですけど、セミオーダーウクレレもぜひね、こっちもチェックしてもらいたいです。すべてね、概要欄にね、細かく貼っておくんですけれども、今、ざーっと言うとね、もう、初めての方とかきっとね、なんか、いっぱいあるけど、どれが何人だかわかんないなという方も言えると思うんですけど、もうね、遠慮なく G ラボのスタッフに相談してください。概要欄にね、そのメールアドレスみたいなとこ貼っとくんでね、お問い合わせフォーム貼っとくんでね、私わかんないんですけどって相談すると、いろいろアドバイスをもらえると思いますし、あとさっきも言ったんですけど、このフレットの数が選べたりとか、あとね、もちろん、大きさ選べますよ。コンサートサイズ、ソプラノサイズ、ちょっと今見ると、はい、これが、つまりはソプラノサイズ。これコンサートサイズ。結構大きさ違いますよね。はい、こういうふうに大きさもいろいろ、あともね、もう一個テナーサイズというよりもう一個大きいのもあります。なんでこの大きさとかフレットの、どこまでフレットが打ってあるのがいいかとか、フレットはね、これを見るとわかりやすいかな。はい。これと、これ、見て。はい。これは何フレットだ16フレット。これ16フレットモデルでしょ。で、こっち、はい、同じガスモデルだけど、こっちは10フレットモデル違うな、12フレットモデル。僕はこれをよく使ってますけどね。ほら、同じウクレレだけど、このフレットがどこまで打ってあるかっていうのが違うんです。これは今見たけど、7フレットモデルとかね。これ自分で選べるんです。あとはここにピックアップといってね、アンプにつなぐこの、まあマイクですね、わかりやすく言うと。ここにこう、コードを入れてですね、アンプにつなぐと、音が出るよう、このコードをつけられるこのマイクをつけますかつけませんかとか、いろいろ選べる設定になっております。そのことについて、ガズが過去にね、めちゃくちゃ詳しく解説している動画があるんですよ。この動画の、この時間から、その動画、この後に貼り付けとくんで、どんなことで選ぶのかなという方、わかんない方、ここも見てもらうとすごくいい参考になると思います。で、ちょっと言い忘れてましたけど、アンプ、Gラボのアンプ、ちょっと手が届かない。この G ボックス、これももちろん販売してますからですね。ウクレレ専用アンプ、これもない、なかなかやばいやつですから、これもチェックしといてください。というわけでちょっと駆け足だったんですけど、もう一回整理しますと、2024年の5月22日お昼ちょうどより、G ラボウクレレの、5月分の、予約の販売がスタートになります。ぜひチェックしてくださいね。概要欄に細かいとこ貼ってますからね。で、あと、これに合わせてですね、このイベント、はい、5月の25日もうすぐですけど、Gラボ祭り開催です。いよいよ。これオンラインイベントなんですけど、参加条件は無料なんですけど、参加条件は Gラボウクレレのユーザーさんであれば誰でも参加できるということなんで、明日から始まるこのね、ウクレレの販売予約期間中に、販売、購入と予約していただいた方も参加する、権利がありますんでですね、ぜひこれをやってください。もちろん初めてウクレレでも参加できますからね。で、ここで100万円でなんか、100万円のものが当たるわけじゃないですけど、総額100万円分の、商品が用意してますから、もう G ラボ太っ腹に日頃の感謝を込めてですね、皆さんとこう盛り上がれるイベントをやろうということになってますね。で、これね、このイベントすごい、面白いことを考えてて、もちろん大合唱したらみんないろいろやり取りした質問に答えたりとか、もうね、めくるめく時間を一緒にオンラインで作ろうと思うんですけど、なんとこのオンライン配信中に、抽選会をします。で、当たった人にいろいろ商品が当たるんですけど、1万の商品は、セミオーダーウクレレをプレゼントして、それをどんなウクレレにするかっていうのをオンラインで相談するというね、そんな
なのがあったりとか、まあいろんなもう送れるプレゼントとかありますから。はい、で当たった人にガズがいちいち電話をかけてですね、どうですか、嬉しいですかとか言って、あの楽しんでますかとか言って、そういうインタビューしながら進めるというね、楽しいあのイベントになってます。オンラインですけどね。はい、これも詳細概要欄に貼っておきます。もちろんこれ申し込みが必要ですからね、ぜひあの申し込みして G ラボ送れで盛り上がろうというイベントになってます。よろしくお願いします。さあ、それではですね、この後にその G ラボ送れフレットとかピックアップがついてるとか、ボディの大きさとか、どうやって選べばいいのわからないという方に向けての、説明してるあのガズがかつて撮った動画を貼っておくんで、この後見てください。はい、はい、じゃあ、5月22日お昼、ちょっとチェックだけでもね、ホームページ見てよろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら、バイバイ。これかなり選べる設定になってるんですよ。それでまずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとか、そういうものっていうのはガズレレ公式ホームページの下の方にですね、このバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、そのそれぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですねちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初にこの初めてウクレレというウクレレについてはフレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです。で、唯一大きさだけ、これはソプラノサイズですけど、コンサートサイズがありますね。それと販売の時にあのアマゾンとかでもこれも販売できるようになってるんです。チューナー付きのセットみたいなのもアマゾンではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。で、それ以外の G ラボのわがままウクレレとか初めてウクレレとかいろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですね、サイズの違いですね。はい、これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど大きさ違うでしょ。はい、コンサートサイズ、あ、間違えた、あ、ソプラノサイズ、コンサートサイズ、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ねガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調選べるようになってて、全てのモデルではないんですけど、一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見せて見させてもらっているのはこれ薄レレといって相当薄いでしょ。ちなみにですね、ここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ、これサンプルだったんですけど、見てください、こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね、皆さんのこのモデル選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですね、このピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといって、これ穴があって、ここにねコードを挿してアンプにつなげられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうか、こうケーブルにつないでアンプで、PA 音響に、また、通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね、皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものがあるんですね。まあ、ほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください。普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね、12フレットのモデルなんですね。そうすると、ここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片や、ちょっとこれ限定モデルでこの販売はないですけど、10周年記念モデルなんですけど、これ見てください。フレットがここまであるでしょ？フレットの、これ、見てもらうと、フレットが、わかる？ギリギリまでフレットがあるのと、ね、ほら、全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはね、もっとあるんですよ。何フレットまであるかというと、16フレットまであります。はい。これ何が違うかというと、まあ、高音の方が弾けるわけですね、こういうふうに。はい。ここを使いたいよという方。はい。これは、ソロウクレレとか、なんかフレーズで上の方も使いたいなという人は、フレットが打ってある方が選ぶといいと思います。まあ、ガズはですね、基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、ここのね、木の、ここの指板の上でガズはこう、ストロークするのがすごく、やりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね。プレイスタイルによって選べると。ざっくりですけど、モデルによってね、ちょっといろいろ細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと、概要欄に貼ってあるウクレレのね、詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんですよ。ここに行ってもらうと、そのモデル、例えば、ガズモデルだったり、ブラックビューティーをクリックすると、選ぶ、こう、プルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね。はい、そんな風になってます。あとね、セミオーダー、G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですね、かなり自由度高く選べるようになってます。そして、私わかんないなとか、どういうのがあるんだろう、わかんないっていう風に思う方、スタッフ
ックがですね、相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんな、お問い合わせ、プレイスタイルとか相談してスタッフが、皆さんに助言をすることができると思いますんで、まあまあ、知らない、ね、選べるって言っても、どんなのかわかんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽に、相談していただければというふうに思います。ジオーダーはですね、もう本当、ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあさっきも言ったように、ガズレール公式ホームページのこの辺のところにずらーっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレール GW のウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがね、この GW ウクレレの素晴らしいところで。でも一個だけ、よう間違いないウクレレですから、もう最強、最強、最高のウクレレ。音がもう弾きやすさ、弦高の低さと、このプレイビリティの高さですね。めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方は、このね、良さをもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ。この薄さなのに、この鳴り。もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあさらにふっくらした音が鳴るとか、まあいつもですね、ガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、聞いていただけてると思うんですけども、本当にね、いい音です。よーくなります。そして育てていき、いくウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどん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 良くなってくるんですよ。いろんな音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんか